はい、ではですね、交流回路においてですね、コイルが入った場合のキルヒホフの第二法則が、実際なぜ盲目的に立てることによって成り立っているのかっていうことをちょっとしっかりとね、今日見ていきたいと思います。で、今回少しややこしいです。頭でしっかり考えて一つずつ理解していかないとできない問題ですから、本当に止めていいです。止めてちょっとわからなくなったと思ったら止めて、もう一回戻してください。で、もう一回見ていってください。わからなくなったら止める。で、もう一回見てくれ、もう一回戻して見てみるっていうのをちょっとやってみてください。落ち着いてゆっくり考えたら難しいことでは全くないので大丈夫だと思います。はい、では僕が使っているルールにしっかりのっとってちょっと説明していきたいんですが、僕がやってることは何だったかというと、実は前の動画では全くやってなかったんですね、僕が使っているルールっていうのは。それは何だったかというと、必ずここプラスとかマイナスっていうのを決めてたんですよね。いいですかね。だからプラスとかマイナスっていうのを決めてた。だからこれを実はやってなかったんです、この前。いや、ちょっと実はややこしくなってくるからね。そうでもないけどね。はい。じゃあ、ここがプラスでですね、サインオメガ T がプラスの時ですね、オメガ T が0から π の時はこういう電流。オメガ T が π から 2π の時はマイナスになってるから、反対向きですね。こういう電流が流れてるものだとして考えていきましょうと。じゃあ今サインオメガ T の電圧がかかってますから、こういうグラフになってますよね。なので最初増えていって、そこから減っていきますよというところですね。じゃあ今電流の値も電圧がだんだん大きくなっていくわけですから、最初は増えていきますよと。なので今は電流の値が増えているとして考えていきましょう。 OK ですか。じゃあ増えている時にですね、ここにはどうなってるかというと、自己誘導による起電力が生じるんです。自己誘導による起電力で、本来ならばこれコイルですから、例えばコイルがこういう風にですね、どっち巻きかっていうのは分かるんですね。こっち巻きなのか、僕逆巻きかけないんですよね。逆巻きこう、ほら、かけないでしょ。合ってますかね。合ってますかね。この巻き方とこの巻き方って違いますよね。うまくかけた。大丈夫かな。なので、どっち巻きかによって、この電流がね、こう流れていくのか、それともこう流れていくのかっていうのが分からないですから、その電流のね、向きによっては、こっち向きで左向きの磁場とか、こっち向きで右向きの磁場とかがありますから、これ、パターンによって分かれてくるんですけども、なので、この妨げる向きってね、作る磁場の向きが分かったら、磁場が増えていくんだったら妨げる向きで、妨げる向きに磁場を作るような誘導電流が流すってことなので、それで誘導起電力の向きっていうのを調べることができたんです。ただ今回は巻き方が分からないんですね。巻き方が分からなくてもいいんですよっていう話でしたね。何がいいかっていうと、結局はレンツの法則っていうのは、何でもかんでも妨げるだったんですね。何でもかんでも妨げるっていうことは、今時計回りに流れている電流が増えているんですよと。それを妨げる。レンツの法則ってのは本来は時速の変化を妨げるだったんですけども、基本的には何でもかんでも妨げるです。なので電流が時計回りに増えているんだったらば、よい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 、ちょっと増えるの待ってよねっていう話でですね、こっち向きの誘導起電力を生じさせて、逆向きの誘導電流を流すことによって、増えるのを妨げてるわけなんですよね。なので電流が増えにくくなりますから、電流が磁場を作ってるわけですから、磁場も増えにくくなっている。要するに妨げてるというわけなんですね。なので、この向きに誘導起電力作ってるんです。で、この誘導起電力の大きさがいくらになってるかというと、マイナス L、ちょっともう微分形で書きますね。I の T 微分、DT 分の DI で書けますよと。で、ちょっと注意してほしいのが、もう向きは分かっていますから、これは大きさだということで、絶対値をつけておきましょうと。よろしいですかね。よろしいですか。はい、いいですかね。はい、じゃあここまでできたら、キルヒホフの第二法則、立てれますから見ていきましょう。キルヒのにより。はい、じゃあ一周していきましょうか。今マイナスからプラスですから、V0 サインオメガ T 上がりました。はい、そこからぐるっと回っていきましょう。ぐるっと回ってあげるとですね、ここ、プラスからマイナスですから、電位下がってますね。はい、なので下がりました。いくら下がったかというと、絶対値ですよ。絶対値、デルタ T 分のデルタ I ですよと。
ちょっと微分形で書くと逆にややこしいかもしれませんね。なので元に戻します。微分形がいいとか言いながらまた元に戻しちゃう。で、一周回ったから上がった分下がった分でゼロですよということですね。はい、じゃあここ絶対値ありますから絶対値外していきましょう。で、今はどういうことを言ってるかというと、電流が増えてるんですよっていう話ですよね。電流が増えているってことは電流の変化量は正の値ですよね。はい、なのでここ、ごめんなさい、大文字で書いてましたね。なのでスモールi ではなくて大文字の i ですね。はい、ここも同じですね。スモールi ではなくて大文字の i ですね。なので今、デルタ i が正の値ですから、これで絶対値外せますよね。絶対値外してあげると、マイナス正の値ですから、マイナス取ってあげなきゃいけませんね。で、マイナス取ってあげると結局どうなるかというと、プラスになりますね。プラスにはなるんですけども、この絶対値のところがプラスになるだけで、ここにはマイナス残ったまんまですからね。なので、マイナス L、デルタ t 分のデルタ i ですね。OK ですか？ちょっとここも書いておきましょうか。ここ絶対値外してあげることによって、デルタ i がプラスですから、マイナスが取れちゃいますよということでしたね。はい、これで式完成しましたね。大丈夫ですか？いけますか？なので、しっかりと電位を見てあげることによって、上がり下がりを見てあげることによって、こうやって立てるということができます。これはしっかり考えながら立てていってます。なので一方で、盲目的にですね、起電力の和、イコール電圧効果の和を使ってあげて、起電力、自己誘導による起電力でマイナス L かけるデルタ T 分のデルタ I で代入してあげても、出てくるのは出てきます。はい。どっちがいいかっていうのは、もちろんどっちでもいいんですけども、できたらやっぱり考えながらですね、電位の上がり下がりってことを考えながら解いていってくれた方がいいかなと、もちろん思います。ただちょっと苦手で、もう、ちょっともうここまでやってる時間がないという人はもう盲目的に、キルヒホフの代入法則の起電力の和イコール電圧効果の公式に公式をズドンと、代入してくれたらいいでしょう。こっちがありがたいですけどね。いろんなことに応用できると思うので、こっちは使ってほしいとは思いますが、時と場合によっては、使い分けしてくれたらと思います。はい、ではもう一つ疑問残りますね。電流減ってるときどうなんですかっていう話ですね。電流が減ってたらですね、妨げる向きっていうのはどっち向きかっていうと、時計回りが減ってるから時計回りに流そうとしますね。だから電池の向き変わっちゃいます。あ、じゃあここプラスになっちゃうじゃんって話ですね。マイナスからプラスで上がる、向きが変わるか、こっち右側がマイナスになりますからね。これ電圧上がりますね。マイナスからプラス、マイナスからプラスですね。上がって上がって元通りですね。なのでここがプラスになってますよと。あれじゃあここプラスになるんじゃないですかっていうところなんですけど、今回は、減ってる時で考えてますから、減るとデルタ i が負の値ですよね。負の値ですよね。なので今回は、絶対値外すと正の値に なるようにしなきゃいけませんから、マイナスつけたまんまですね。デルタ i が負の値ですから、なのでマイナスの、デルタ i で、やっと正の値で、ここプラスになってますけどマイナス残ってますからね。なので結局同じ式になりますよということですね。はい、いけましたか。はい、まあ、このね、何でもかんでも妨げるっていうレンツの法則っていうのは結構使えますから、しっかりとね、理解して、理解じゃないね、使えるようにしてほしいなと思います。はい、理解できましたか。大丈夫でしたか。ちょっと難しい、ややこしい話だったかもしれませんが、落ち着いてゆっくり巻き戻しながらですね、何回も見てほしいなと思います。あとぜひね、いいね、分かったなと思った人はいいねつけてくださいね。で、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。通知めんどくさいのでね、よろしくお願いします。はい、ではそれではさようなら。